地下通路、学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、床、またおしっこ。床、我慢できるか。開かなかったあの扉か。あの向こうに入れたんだな。待って、ってことはここって幸子が子供たちを殺害した場所なんじゃない？ああ、そして幸子自身も殺されて死体を隠された場所でもある。殺害犯、いや誘拐犯の男がその場所で首を吊って自殺したって話だから、その痕跡があればその部屋ということになるな。なんて場所なのここ。なんだこれ、人の頭が並んでいる。ひどい。昔のものじゃない。俺たちのようにここに迷い込んだ犠牲者だ。なんでこんなに綺麗に並べるわけ。誰かがそうしなきゃこうは並ばない。悪趣味にも程がある。何が起こるっていうんだ。
なんだここは。ひどい匂いだ。大丈夫か、ゆか。机も血の跡がいっぱいだ。机の下に入ろう。こんなところすぐ見つからない。他に隠れる場所がない。急げ。大丈夫か？お姉ちゃん、あいつ聖子をどこに連れて行くのよ。待て、ナオミ。これ以上ひどい目に合わせられないもの。待て、一人で行くな、ナオミ。ユカ、来るんだ。俺から離れるな。この足元の引きずった跡を追っていったはずだ。追いつくぞ。ない。篠原を引きずった地面の跡がなくなっている。どうして？
勝手に人を殺すんな。キシノバ君、気がついたらそこの段差にはまっててよ、もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。くそ、大丈夫か篠崎。よしき、篠崎も。持田くん。ああ、ゆかも無事か。はい。大丈夫？息が。ナオミが、ナオミが篠原の体を持った化け物を追いかけていなくなった。ゆい先生まで。私の、強くなれって、ゆい先生の最後の言葉だ。負けずに生き抜かなきゃよ。そうだろ。ゆい先生。なあ、ゆい先生ってさ、笑ってる顔しか。先生ならきっといつだって応援し続けてくれる。きっと今もだ。行こう。先生に心配かけちゃダメだ。